はようございます。ただいまおりますのは西多摩の交通の要衝拝島です。これから乗車しますのは新宿から来ました特別急行青梅93号奥多摩行きです。青梅93号奥多摩行きが参ります。通常特急青梅は通勤通学時用に特化したものです。朝青梅発東京行きのものが1本、それから夜に東京発青梅行きのものが2本と、通常はそのようなダイヤになっております。ところが今回乗車します臨時特急青梅93号は新宿を朝の8時45分に出まして、終点の奥多摩到着は10時42分と斬新なダイヤです。この日は新宿発奥多摩行きの93号の他に奥多摩発新宿行きの94号というのもありました。こちらは奥多摩を夕方頃に出発するもので帰宅需要に応えたものです。入線してきましたのは最近波動用に改装されました E257系です。側面は緑色のお弁当のバランというか笹の葉というか、そのような不思議な見た目をしております。先頭は1号車からとなっております。一番後ろの車両候補車でございます。最初も出ますと青梅三宅終点奥多摩行きです。まもなく発車いたします。ご覧いただいておりますのは下りの特急青梅が昼間に運転されている光景です。これは極めて珍しい映像です。またですね、この先この列車は青梅から先三宅奥多摩方面に入ってまいります。青梅から先は JR がですね、東京アドベンチャーラインとかそのような名称愛称をつけているわけですけれども、この区間に特急が入るというのは、これは私の記憶が正しければおそらく歴史上初めてじゃないかなと、そのような珍しい瞬間に立ち会うことになります。ご乗車ありがとうございます。臨時特急青梅93号奥多摩行きです。次は青梅に停まります。9時50分の到着です。本日は特急青梅93号新宿青梅奥多摩号奥多摩行きにご乗車くださいましてありがとうございます。ご乗車の列車では本日普段青梅線を担当する私たち車掌から皆様に青梅線東京アドベンチャーライブをもっと知ってもっと楽しんでいただけるよう、沿線の魅力や車掌おすすめのスポットを交えて放送でご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。列車は次の停車駅青梅駅を発車いたしますと、車窓がガラリと変わって緑を生い茂る山々を縫う区間を走行いたします。青梅から奥多摩間は別称東京アドベンチャーラインと呼ばれております。そしてこの東京アドベンチャーラインの沿線こそ普段は感じることができないような大自然の様子を五感を通じて感じることができるスポットが盛りだくさんとなっています。東京アドベンチャーラインの区間に入りましたら、また皆様に沿線の魅力やおすすめのスポットなどを紹介させていただきます。どうぞこの先各駅到着までごゆっくりおくつろぎください。本日のご乗車誠にありがとうございます。いや、こういう気の利いたアナウンスがあるとは思いませんでしたよ。青梅から先に関しては車掌さんの案内放送がますます活発になります。そちらの方がね、よほど的確なことをおっしゃいますし、なんといっても聞こえやすいですからね、私の出る幕ではないんですね。青梅から先に関してはほとんどね、そのナレーションの役割をねぶん投げたいと思いますよ。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど牛浜を通過しまして、今福生を通過しておりますが、目の前に見えますのが前回紹介しました旧一番線のホーム跡、それから次に見えてきますのが、旧貨物用ホーム跡でございます。これはね、上の方にリンク貼っておきますから、どうぞご視聴くださいと、ここですかさず宣伝を入れるわけです。さて次に通過いたしますのは羽村の駅です。羽村はね、確かいつだったかな、玉都市モノレールを勝手に延伸してみたという、そういう動画で羽村は登場しております。というわけで、そのリンクもまた上に貼っておきますから、もうがめついようで申し訳ないんですが、また2度目の宣伝どうぞご覧くださいと、そういうわけです。続いて小作を通過です。小作っていうのはね、小作人の小作と書いて小作と読む、これもね、地味に難読駅名なんですが、まあ、別に小作人が多かったとかそういうわけではないらしいと、そう聞いております。今日からのお気づきの方も多いかと思うんですが、とにかく遅いんですね。遅いの、特別急行とか言って、特別急ぐんだから特別急行じゃないのかと、これって特別鈍行だと、そうなるんですが、なぜこんなに遅いのかといえば、それは臨時特急だから、臨時列車だからです。まあ、臨時というのはね、通常のダイヤにかき分けて入ってくるような存在ですから、もうできるだけ他の列車に迷惑をかけないように、そろそろそろと行くのが臨時列車。特にね、こういう青梅線とか中央線とかね、本数の多い区間になればなるほど、そういう性質がもう強まってくるという声で、まあ、こんだけ遅くなるとそうなります。ただいま通過しておりますのは壁駅ですけれども、このように目下工事中という感じですね。どうして工事をしているのかというと、これはグリーン車が関係しております。2023年ぐらいだったかな、それぐらいにですね、中央線と青梅線にグリーン車が新しく導入されるということで、話は長くなんですが、壁駅に3番線を作る必要が出てきたんですね、その関係で。それで今1番線と2番線しかないところを3番線を新しく作るということで、このようにホームがずらーっと並んでいるわけです。ご案内いたしました。あとおよそ4分ほどのご乗車で次は青梅に停まります。あとおよそ4分ほどのご乗車で次は青梅に停まります。青梅駅降り口は右側です。青梅を出ますと御岳周辺の奥多摩の順に停まります。青梅を出ますと御岳周辺の奥多摩の順に停まります。乗り換えのご案内いたします。通過をいたします宮の平、日向川が石間前、北俣尾、サバイ方面のお出のお客様、各駅に停まります奥多摩行きは向かい側2番線でお待ちください。奥多摩行きは向かい側2番線から10時14分です。各駅に停まります奥多摩行きは向かい側2番線から10時14分です。4両編成での運転で総務の中ほどにてお待ちください。青梅でお降りのお客様、お忘れ物ないようにお降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく青梅に着きます。降り口は右側です。青梅の次は御岳に停まります。現在通過しておりますのは東青梅という駅ですが、こちらもまたグリーン車絡みでちょっと話題のある駅です。東青梅は現在1番線と2番線がある1面2線の行き違いのできる駅なんですけれども、立地の関係でグリーン車を入れると12両になりますから、こうホームを伸ばさないといけないんですが、立地の関係で伸ばせません。というわけで、苦肉の策として1面減らして、つまり防線駅1面1線1番線しかない、そういう駅にしようと、そうしているわけです。現在走っているこの下り線はですね、確かこの工事の関係で切符がされる予定になっております。ですからこの光景が見れるのも今だけというわけです。青梅線は東青梅より先単線となります。本来は運行系統が分かれております青梅駅まで複線の方が望ましいんですけれども、ご覧のように家々がもう周辺に密集しておりまして、ギチギチに詰まっております。押し合いへし合いという感じ、これはまるで江ノ電を彷彿とさせるような車窓でございますけれども、このありさまでございますから、伏線化するのはもう容易ではないというか絶対に無理、ですからね、この区間は青梅線のダイヤを組む上で一番のボトルネックとなっているようです。それでですね、ご覧のように座席とか車内の座席とか私の指とかはですね、思いっきり反射して映り込んでいて、車窓を眺めるのを妨害しているんですが、これは本当に恐縮で申し訳ないです。
これはですね、もう本当に私 の, あの撮影技術が未熟なのと、それからもうあまりにも晴れすぎまして、もう天候が良すぎるのでこれ弊害が発生していると、そういう2つの要因が重なっているわけですね。これからもこういう反射がずっとずっと映り込むことになるんですが、これはもう我慢していただいてというわけで仕方ありません。申し訳ございません。列車は青梅に到着、拝島の次の停車駅です。青梅を出ますと次は御岳に停まります。一人一人が笑顔になれるような社会が戻ることを祈りつつ、引き続き
共に頑張っていきましょう。列車は間もなく石神前の駅を通過するところですが、現在通過しておりますこのロックシェードにはちょっと見覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。というのもですね、過去の動画で青梅線のエモい踏切を巡ってみたとか、そういう動画を出しているんですね。でその時にこの石神前はちょっと降りたんですよ。というわけでまた上にリンクをね、例のごとく貼っておきますから、また3度目の宣伝がめついようで申し訳ありませんが、どうぞご覧くださいと、そういうことです。だんだんと速度を落としてまいりまして、次に止まります駅は二俣尾という駅です。こちらは運転停車、先ほども運転停車しました宮の平と同じく交換のために止まります。ドアは開きません。先ほども説明しました通り、この列車は臨時列車でございますから、一般の列車を追い抜くとかそういう豪快なことは特急なのはできませんで、こうやって行き違いのためにちゃんと道を譲ってあげると、こういう遠慮がちな走りぶりでございます。ご案内いたします。列車はこれより先進行方向左手に多摩川を望みながら奥多摩へ歩みを進めてまいります。実はこの青梅線はほぼずっとこの多摩川の流れに沿って走っております。地図などで見ていただくと川に沿って線路が引かれている様子がお分かりいただけると思います。それではここで皆様に問題です。青梅線は立川から奥多摩の間で多摩川を何回渡るでしょうか。ただし支流は含みません。答えはなんと0回です。青梅線には橋梁と呼ばれるいわゆる橋は何本もありますが、多摩川を渡る橋は一つもありません。この列車で多摩川をご覧いただけるのはずっと進行方向左側だけです。これには私も驚きました。多摩川ではラフティングなどのマリンスポーツをお楽しみいただけるほか、渓流釣りなどの場としても多くの人が訪れています。また沈む夕日が多摩川の流れに反射し、その風景にどこかノスタルジックな雰囲気が味わえると思う乗務員もいます。この先川のほとりには木々が色づき始めている区間もございますので、ぜひ左手側にご注目ください。間もなく列車は生沢田の駅を通過するところですが、先ほど通過しました、ちょっと高いところを通過しましたね。そこにかかっている橋の案内をいたします。先ほど通過しました橋は奥沢橋梁、別名生沢田鉄橋といいます。まあそういう愛称がつくということはそれだけ有名なところ、鉄道写真の撮影地として人気の博しているで、そういう橋でございます。こちらの橋の構造はトレッスル橋といいまして、鉄骨で櫓を組み立てたその上に橋桁をかけるという、そういう構造になっております。見た目が大変美しいので人気になりやすいのです。トレッスル橋で有名なところといいますと、山陰本線の余部橋梁なんかが挙げられます。現在余部橋梁はですね、架け替えられまして、だからかつての美しい姿は留めていないのですけれども、こちらの奥沢橋梁は東京の余部橋梁と言われるとか言われないとか、そういう異名を持つぐらいの人気なところというわけです。列車は間もなくこの多摩地域に根付いた地酒を巡ります。創業300年の歴史を誇る酒所が近くにございます沢井駅を通過いたします。沢井を過ぎますとあと3分ほどで
次の停車駅御岳に到着いたします。次の御岳駅は進行方向左側に見えます御岳山を中心とした山々に四方を囲まれた駅です。夜明け直後の朝方になると山の斜面に霞がかかり幻想的な景色がご覧いただけます。そして朝日が昇るとその澄んだ空気の清らかさから都心などの街の中心では味わうことが難しい清々しい気持ちになることもできます。この路線を走る普通列車におきましてもこの御岳駅は停車時間が長いことがあるのでその際には私たち乗務員もこの景色を眺め束の間のリフレッシュタイムに興じております。次の御岳駅では少々停車いたします。引き続き奥多摩までご利用のお客様も少しの間外に出てぜひ奥多摩の自然を肌で直接体感してみてください。またホーム上にある駅の名前が書いた看板通称駅名標と呼ばれるものがこの東京アドベンチャーラインの区間では首都圏の JR の駅とは少し違ったデザインをしています。よろしければこちらにも目を向けてくださいますと幸いです。御岳駅で列車を降りるお客様はこの先もどうぞお気をつけていってらっしゃいません。本日は特急青梅93号新宿青梅奥多摩号奥多摩行きにご乗車くださいましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく御岳です。降り口は右側です。御岳を出ますと終点の奥多摩です。各駅に停まります奥多摩行きは降りたホーム1番線から10時34分です。次の御岳では7分少々停まります。御岳の発車は10時26分です。御岳で7分ほど停車するとのことですからちょっと降りてみましょう。ホームでは駅員の皆さんが歓迎の幕を掲げておりました。先ほどまでお弁当のバランとか言っておりました E257 系ですが、こうして奥多摩の山々を背景に見てみますとこの大自然と見事に調和しているわけです。なかなかねこういう山がちなところを走る特急列車としてはいいチョイスだったんじゃないかなと思いを新たにしたところです。鉄道マニアの皆さんが大勢闊歩しておりかしましくなっている御岳駅のホームですが、こちらをご覧になると何やら四角い囲いのようなものが見えます。これはかつてここに存在した臨時改札口の跡です。昔はここに地下に続く階段がありまして現在ある改札口とは別に臨時の改札口がありました。御岳駅の栄枯盛衰の証であります。これ10年ぐらい前までは残ってたんですけどね、今はいつの間にか埋められてしまいました。発車の際にも駅員さんのお見送りがありました。行ってまいります。次は終点の奥多摩です。10時42分の到着です。御岳のあたりまで来ますとこれぐらいきついカーブもあります。前方1号車が一番後ろ5号車から見えます。ただいま列車の進行方向右手側には東川井信号所跡がご覧いただきます。ここ東京アドベンチャーラインは昔奥多摩地域の山々で採掘された石灰石を運ぶ貨物列車が運転していました。そんな貨物列車の運行に欠かせない設備だったのがこの東川井信号所です。現在はレールも撤去されてしまいましたが自然に列車1編成分の空間がぽっかり空いた様子からかつての名残をお楽しみいただけます。そしてただいま進行方向左手側にはとても大きな白い橋をご覧いただくことができます。こちらは奥多摩大橋です。全長約265メートルで自然あふれる山々の中に突如として現れる巨大な人工物がそびえ立つ姿からは圧倒的な存在感を感じることができ沿線の人気撮影スポットの一つにもなっております。
カメラを向けてみてはいかがでしょうか。大人気の飲食店が店を構えております。またこの小井駅、実は東京都内で最北端の場所にある駅なのですが、あまり知られてはいません。列車はさらに山々の周りを抜け奥多摩駅へ向かってまいります。なんか下に人がたくさん立ってるのは集会でもやっているのかな、それとも撮り鉄の集団か。いや違います、あれは全部カカシです。カカシ、あれだけたくさんカカシがあると夜に見た時なんか恐ろしいなんてもんじゃなりませんよ。
あとおよそ2分ほどのご乗車で終点の奥多摩に到着いたします。降り口は左側です。列車とホーム内では広く空いております。降りの際は足元に十分お気をつけください。列車とホーム内では広く空いております。降りの際は足元に十分お気をつけください。降りの際は車内にお忘れ物なくお降りください。棚の上、座席の周り、座席の前の闇ポケット、帽子掛け、窓枠のところなどを今一度よくお確かめください。長時間にあたりまして車内禁煙、携帯電話などの車内マナーにご協力くださいましてありがとうございました。本日は新宿からの臨時特別急行奥多摩、失礼いたしました。臨時特別急行青梅93号をご利用くださいましてありがとうございました。ご案内いたしました車掌は立川車掌区、皆様のまたのご利用をお待ちしております。まもなく終点の奥多摩です。降り口は左側です。列車とホームの間が広く空いております。降りの際は地元にお気をつけください。まもなく終点奥多摩に到着いたします。この臨時特急青梅はグリーン車導入により編成の長さが変わる関係で、現在の E233 系が青梅より先に入れなくなった際に、休日に走っているホリデー快速奥多摩号を特急に格上げするのではないか、その布石ではないかと一部では噂されています。個人的にはこの東京の奥座敷、まるで飯田線のごとき渓谷の景色をロングシートの通勤車両ではなく、このような特急車両でゆったりと楽しめるのであれば、十分に値上げする価値はあると思っております。奥多摩のホームはカーブの途中にあるので、このように警告灯があるぐらいには広い隙間が空いております。お降りの際は十分ご注意ください。奥多摩の駅前にはバスがこのように景気よく集まっておりまして、ここから先日原鍾乳洞ですとか、それから山梨県の丹波山村とか、そちらの各方面に様々なバスが出ております。趣ある山小屋風の駅舎、奥多摩駅です。これ素晴らしい特急列車でしたね。この休日小旅行にはぴったりだと思いますよ。駅前の肉屋でカレーパンを売っていたので買ってみました。200円なり。これがね、肉屋っていうのはコロッケとかね、メンチカツとかそういうの揚げ物には得意ですから、やっぱこう肉屋の強みが生かされているなという感じで、ザクザクとの食感が大変印象的でした。カレーもね、そんなに辛口じゃなくて優しい味でしたね。おすすめです。ごちそうさまでした。いや、30分を超える非常に長い動画となってしまいました。最後までご視聴いただいた皆様、熱く御礼申し上げます。奥多摩というのは東京からもほど近く、また沿線の景色もですね、一級品の素晴らしい景色を楽しむことができます。ですから小旅行には最適ですから、特にこれからの季節、紅葉もちょうど見頃を迎える頃でしょうし、ぜひ皆様、東京の奥座敷奥多摩に普通列車などを使って行ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。